水母子は小柄な菊科の草本。全体に毛が多い。一年生あるいは越年生の草本。植物体全体に開白色の難毛が一面に生える。草丈は25から5 5センチメートル。木部には葉がロゼット状に集まり、茎の途中からもまばらに葉が出る。木部の葉は長大円型で、長さ5から1 3トル。先端は丸く、鈍い虚子があり。基部は、 翼のある傭兵となる。中ほどから出る葉は、頭皮心臓長楕円型で、長さ5から10センチメートル、先端は尖らず、皮部は茎を抱く。花は4から6月に咲く。頭花は茎の先端に集まって生じ、双方長さ5.5ミリメートル。頭花の外周には、目花が複数列並ぶが、果敢が絶妙に発達せず、ごく細くて短いので目立たない。 両性花はあるが数が少ない。痩せ川扁平で、長さ1トル冠毛は、長さ4 5ト、mm、ル汚れた白か赤褐色で、綿毛のように見える。和名は、伊豆半島の海岸に多いことによる。牧野は見出しに綿毛を使い、別名として山大、山地をく伊豆方向を示している。また綿の意味については、花後に冠毛が集まる様をとって、面祭とする説と、 またが、古語で海を意味することから海岸に多いことを指すとの二節を挙げている。なお方庫は、母子草の異名である。日本では、関東異西の本州から四国、九州、琉球列島に分布。国外では中国から、マレーシア、インド、アフガニスタンに分布する。海岸に近い山麓など日当たりの良いところに生える。沖縄では、 日当たりの良い山裾の路房や林園近くの原野に生えるとあり、海にはこだわらないようである。本種は長らくコニーザ・ジャポニカとして知られてきた。ここではユーリストに従っておく。同族の種には日本には以下の2種がある。これら2種はいずれももう少し大きい植物で、花はバラバラにつく。国内では先島諸島にのみ分布がある。本種は 環境省では絶滅危惧通類としている。都道府県別ではあちこちで指定があるが、特に群馬県、東京都、千葉県、福岡県、佐賀県、熊本県で絶滅危惧愛類に指定されており、神奈川県、長野県、兵庫県では野生絶滅とされている。現象の原因としては道路開発などによる生育環境の破壊が挙げられている。 干渉価値はないので、最終圧はないと思われる。AB ヨネクラコウジ、カジタタダシ、BG プランツワミョウ学名インデックス、イズハハコ。2014年8月27日閲覧。AB 以下、主として、佐竹ケホカ、P188 から189位等、P114 巻の、P631 巻の、P631 池原 P222、 初島 P611 から612日本のレッドデータ検索システム伊豆母子。エンビジョン環境保全事務所2014年8月27日閲覧レッドデータブック松山2012ありがとうございます